それでは北海道コンサドーレ札幌選手の紹介をいたします。ゴールキーパー1番杉野久美、ディフェンダー2番田中俊太、ディフェンダー5番岡村大吉、ディフェンダー4番菅大輝、ミッドフィルダー9番金子拓郎、ミッドフィルダー14番小林義明、ミッドフィルダー6番高見智樹、ミッドフィルダー7番ルーカス・フェルナンデス、ミッドフィルダー19番小田島剛、ミッドフィルダー11番青木亮太、フォワード18番ガブリエル・シャネル、続いてサブステーション、ゴールキーパー22番大谷幸喜、ディフェンダー5番福森明人、ディフェンダー24番中村倫也、ミッドフィルダー27番新野拓真、ミッドフィルダー46番スパチョーク、フォワード23番興梠慎三、フォワード37番キム・コンヒ、そして監督はペトロビッチ。以上、北海道コンサドーレ札幌スターティングメンバーサブステーションの紹介でした。ここで本日の審判団をご紹介いたします。レフリー福島幸一郎、アシスタントレフリー三原純、桜井大輔、放送します。